はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。日野木田圭介です。本日は左キラー日野木田選手を紹介したいと思います。日野木田選手は2019年、まあ試合数こそ少ないんですけど、チーム打率3位、4割5分4厘のバッティングがいい選手なんですね。 IPU 出身なんですけど、今キャッチャーの山内選手と学生時代に遠投対決をして、日野木田選手の方が遠投を飛ばしたっていう、実は肩めちゃくちゃ強い選手なんですよ。なので日野木田選手のキャッチャーのスローイングと松田との対戦、これを見てもらおうと思います。ちなみにプライベート一番一緒にいる選手ですということで、一生懸命頑張りますので最後まで見てください。どうぞ。はい、では日野木田選手のバッティングを見る前にちょっと強肩ぶりを見てもらおうと思います。セカンドベースにちっちゃいコーンがあるんですね。あそこに取ってから何秒ぐらい当たって正確にそして当てれるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。キャッチャーの選手もしくは盗塁する選手、参考にしてもらえたらなと思います。それでは対決の前にフリーバッティングをしていこうと思います。自分が注意している点は、まず外を張ります。外を振って内側を回るっていう意識でやってます。あと他には、ボールの内側を叩く、あとはしっかり溜めたものを前にしっかり前に乗せる、その意識をしてバッティング練習をいつもしてます。それではやっていきましょう。お願いします。うえー、一発目。あー、今のいいっすね。しっかり右足に乗ったのが前に持っていきましたね。今のはしっかり上から叩けれましたね。今のよく我慢できましたね。ナイスバッティング。うわ、いいっすね、今の。ナイスバッティング。ああ、今のいいっすね。しっかり回れましたね。うわ、ホームランや。さあ、ラスト1本決めますか。よっしゃ。それでは調整終わったんで、今から対決していこうと思います。勝つぞ。お願いします、松田さん。目標は3打数2安打打てるかなでも入りは張ってますからね、ちゃんと2分1で。絶対スライダーと思った今。三球三振や。これやばいわ。いい年まだっすよ。こっからこっから。いやほんまにね、やばいでしょ。まだ1月っすよ。全然わからん。今めっちゃライトやと思った指。あー、やばい。チェンジ？ガチのガチじゃん松田さん。やばっ。
投げんじゃないですか最近。うわあ、くそ。いや俺ん時マジでライト投げんのっすけどね。やばいっす。じゃあ松田さん、俺ライト投げますよ日頃。投げんくないっすか。無理だ。それはかなわん。弱気になってる日焼け。やばい。分かった今のは。間違ったね。やりましたよ。チェンジアップ待ちましたよ。あーまあ松田さんこんなもんですよね。見てくださいあの背中。悲壮感半端ない。勝った。嬉しいわ。はい、いかがだったでしょうか。2021年初対決。松田安定の黒星ということで、まあでも今年はねホームランじゃなかったんで、ちょっと今までと年とは違う1年になるかもしれません。まあでも本当に檜田選手ね、しっかりチェンジアップを待ってきちっと芯ですごいいいバッティングだったんで、ぜひこういうのを参考にしてもらえたらなというふうに思います。あと気づいた方は気づいたかもしれないんですけど、これ白増えました。また会場に来たらこれちょうだいって言ってください。そしたら声かけてもらった人にあげると思うんで、よろしくお願いします。いや松田さん大したことなかったっすね。いや絶対チェンジアップ来ると思ってました。速い球で初球入ったんですけどね、分かってました。やっぱり付き合い長いからですからね、プライベート今度打ちますよ。いやでも檜田選手右の目に目矢についてます。そうでしょ。ついてないじゃないですか。ついてたよ黒いの。いや吉村さん、僕松田さんから打ちました。他のチームのピッチャーからも出るので、今年もしっかり使ってください。お願いします。目矢にがね、右目から左の眉毛の下に移動しました。ないあるあるあるね。ない顔笑ったんやけどな。この動画が良かったと思う人は高評価、チャンネル登録、チャンネル登録これ、いや、よろしくお願いします。それではバイバーイ。ひらきんソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。